さて第一休憩が終了してこれから登るんだけど、今ねワンちゃんを連れたすごい軽装の人たちが登ってたの。それでさ、ハイキングコースって書いてあるんだよね。これ登山じゃないのかな、謎だな。今までだけが登山だったのかな。とにかく行ってみます。レッツゴー。木々の向こうに八ヶ岳が見えてる。ワンコに追い抜かれました。まあマイペースでゆっくり行きます。八立石登山口からは結構傾斜が緩くてすごい歩きやすい。ハイキングコースっていう名前がぴったりな感じ。唐突に10の1があったんだけど、今10の2が出てきたんだけど、これは10の10が頂上ってことかな、わかんないけど、どのぐらい間隔かちょっと忘れちゃいました。右側八ヶ岳がめっちゃ綺麗に見えてる。そして茅野の町、茅野かな、わかんないけど原村かな。カイコマの稜線を雲が越えてこようとしてる。休憩します。第2休憩、1時間弱ぐらいかな、歩きました。第1休憩から今日の行動食はよく登場するローチョコです。ラズベリー味、いただきます。第2休憩終わり。あと標高は240ぐらい上がるだけなので、もう休憩なしで行けると思われます。レッツゴー。結構コースタイムいい感じです。ものすごくえぐれてる道です。なんかこの材質、これがえぐれやすそうに見える。やっと10の5まで来た。ここから本当にあと5あるのかな。なんか標高差的にはそんなにない気がするけど、かといって頂上が10の7とかだったらなんでって感じになるよね。謎です。10の7。やっぱり10の10まで行くんだね。当たり前だけどね。なんか感覚がちょっと最初よりも詰まってきてる感じがする、なぜか。はあ、10の8まで来た。
あ、なんか急速にバテました。はあ、でもあともうちょっと。来る前に見た投稿線図によると、山頂のちょっと手前から緩やかになっていたから、ここから緩やかなんじゃないかなと期待してます。来ました、10-9、ラストスパートです。まずは三角点に行ってみます。ここは日向山、日向山って書いてあるけど、頂上ではなく三角点。どう違うのかね、あまりよく三角点のことは分かっていません。ここはあまり景色がないので頂上の方に行きます。あ、なんか開けてそう。お、結構人いるかも。おお、すごい眺め。気持ちいい。八ヶ岳。うん、なんか絶景。日向山に来てみたかった一つの理由は、この謎の白砂みたいなところを知り合いの人の写真で見て、どんな景色なんだろうと思って興味を持ったんだけど、本当面白い。今まで登ってきたところと全然雰囲気が違う。あ、でもやっぱここが山頂っぽいよ。さっきのとこは1659m だ。日向山1660m。やったー。あー、すっごく、あ、危ない。すごい登りやすい快適な山でした。そして景色も最高。なんか知らない山いっぱいあるんだね。さて、お昼にするかな。不思議な景色。なんか違う星にいるみたい。面白い。よかった、曇る前に来れて。お、結構風が冷たい。人少ないからこの辺ご飯場所にします。うん、いいね、あったかいよ。